こんにちは。少し空が決めいてきました。そうだ、スリフト行こう。いつものセイバーズへやってきました。あら、こちらは私が少量ずつ集めている柄のお皿。状態がいまいちなのもありそうですが、6枚セットでもお手頃なので。可愛い絵柄のこちらをチェック。うっすら見えるイングランドの文字。あ、ありました。スヌーピーの仲間の中ではペパーミントパティが一番好きです。こちらの色違いをいくつか持っています。別の日に同じセイバーズ。コロナ対策の時短営業が見直され、来店しやすくなりました。青の色が綺麗で手書きっぽい花柄。オランダの食器のようでした。こちらは家で愛用しているシリーズ。くすみが気になったので見送りました。スタバのマグカップ。しかも1号店。昔は旅行先でこれを買うのが楽しみでした。じゃないですか。ベリーボールが可愛いけど他もいい。お友達の家でこれでお茶を飲んだような記憶。とりあえずカートに確保。手作りっぽいずっしりとしたツリースカート、ゴージャスでした。妖怪ウォッチ、アメリカでも一時流行りましたね。ピカチュウはもうすっかり定着しています。息子の用事で知らない街に行くことになったので、帰る道中初めてのスリフトを回ってみました。愛用中のウェックスフォードがいっぱいありました。とにかく象の多いお店でした。
コレクターが一気に寄付したのかもしれません。せっかくなのでもう一件、こちらにはフクロウコレクターが寄付した模様。カルピスの缶かと思ったら、面白グッズでした。これはこの動画の冒頭で買った黄色いお皿と同じシリーズ。きっとそうだと思うけど自信がないので2つだけ。1つ4ドルってちょっと高いような。白雪姫のお皿を発見。値段を見てびっくり。全体的に価格設定高めのスリフトのようです。息子が気になったカードゲームたち、ウノじゃなくてドス。気になるこちらをお土産に。このキャベツのようなバラが可愛いシャロン、少しずつ集めています。6枚セットだったので全部持ち帰りましたが、表面に目立つほどのナイフ傷があったり、ちょこっと欠けているものもありました。3枚手元に残して残りは寄付したいと思います。こちらもコレクションの追加メンバーになります。色違いの仲間が増えました。裏を調べたら同じメーカー、同じシリーズ、原産国が違いました。パイレックスと同じ柄のコレールのお皿。コレールは割れないと有名ですが、欠けることはあるようです。あいにく同じ柄のカップは持っていなかったのですが、ミルクグラスのカップとこういう風に出してもいいかなと思って買ってみました。小さめのワイングラス。3兄弟の末っ子です。こちらはピンクのシャロン。この形は初めてで嬉しいです。大量に見つけたバブルたちでしたが、お店の隅っこでじっくり吟味したところ、ここの粒の部分が欠けやすいみたいで、この3点だけいただきました。ペパーミントパティのかわいいグラス、洗ったら絵が落ちてきて焦りました。花瓶にでもしますか。息子が見つけた謎のゲーム、未使用品のようでした。一瞬でこれが犬かベーグルかを判断するようなゲームでした。いつものお店も初めてのスリフトもどちらも楽しかったです。また暇な時にスリフトでストレス発散したいと思います。ではまた。